それは遥か遠いところのお話、母なる太陽と三つの惑星を持つグラール太陽系。そこに住むヒューマンと彼らから生まれたキャスト、ニューマン、ビーストは外宇宙より飛来した謎の生命体シードによる襲来を受け、滅亡の危機を迎えた。しかし四つの種族は心を一つにして戦い、激しい攻防の末これを封印した。それから3年後、グラールにはシードとの攻防の傷跡が未だ深く刻まれ、資源枯渇が深刻な問題になっていた。外宇宙への移動を可能とする亜空間航行理論が提唱され、最高の道を外宇宙への大規模な移民計画に求めた。政府、軍、三惑星中の企業は結束し、亜空間航行の実現化へ向けて動き出していた。グラールの新しい未来を願って。
人数が集まってるってことは大手のほう所属なしってこと。まあこの海底この辺りは安全なようだが。帰ろう帰ろうって。なんだあの子供は。働きやがれ。ここは安全だから今からおめえ用の仕事をもらってきてやる。うろうろしたりするなよ。いいかここにいろ。やっぱやだここやだよ。おい、何かまずいぞ。逃げろ、閉じ込められる。急げ、脱出するんだ。ちょっと待って待ってよ。だから